やわしはの赤人というじいさんなのじゃ。これからのわしが読んだ伊予のいざにわを歌おうと思うのじゃ。この歌はの約1300年ほど前にのわしが王君の行幸をお供して伊予の国に訪れた際に読んだ歌なのじゃ。伊予の国といえば今でも道後温泉が有名なのじゃ。1300年前にものこんこんとお湯が湧いておっての、そしてそこを見渡すと、それまでに伊予の国に訪れた王君たちの石踏みがあったのじゃ。時は流れても、鳥の鳴き声も、湧き出る温泉も変わらない。そのような自然の恵みを感じて歌うのじゃ。